主任、隠れて。ユーティック機関のトレーラーかしら。何かの事故ね。連邦に攻撃されたんでしょうか。さあ、ここからじゃ詳しい状況はわからないわね。待って、誰か出てきたわ。くそ、ひどいな。中はぐちゃぐちゃだぞ。あ、宇月監察官、こちらです。父さんって、あの人が？ええ、間違いない。スウォー・ウズキ、私の父よ。中の検体の様子は？ダメです。調整層ごと破壊されてますね。これでは使い物になりませんよ。まったく、連邦軍も見境のない奴らばかりだな。おかげで計画にまた遅れが生じる。どうしますか。重要データだけ回収しろ。その他は全て廃棄だ。リアリアンは放っておけ。後で処理班に焼却させる。行くぞ。ひどい。何もここまでやらなくても。形式番号 DZ2000330。 戦闘用レアリエンのようですね。ちょっと主任、何してるんですか。これよ。それ ID じゃないですか。コネクションギアを貸して。いいですけど、何をするんです。この ID を改ざんして2人分の ID を作るのよ。まさか。ユーティック機関の研究員のようね。レアリエンのコーディネーターだわ。中に予備の制服も置いてあるわね。主任、何やってんですか。調べたいことがあるの。先に戻ってていいわよ。いいわよって、主任を一人にできないですよ。一体どこへ行くつもりなんです。父が向かったのはおそらくラビリントスよ。やっぱり父とユーティック機関の間にはつながりがあったんだわ。それが何なのか調べないと。一緒に来るつもりなら、アレン君も早く着替えて。